はい、皆さん、こんにちは。レク不動産鑑定士講座で鑑定理論の講師をしております、不動産鑑定士の川原といいます。では、秋に初めて一発合格、レク式戦略的学習法というテーマでガイダンスの方を行っていきます。不動産鑑定士ですね、これ三大国家資格の一つと言われています。法律系ですと弁護士、会計系ですと公認会計士で、不動産系で最高法資格が、不動産鑑定士、三大国家資格の一つと言われています。ただ、他の2つと比べると、まあ歴史が浅いというのもあるんですが、なかなか一般の人にはね、ちょっとね、馴染みが薄い資格だと思います。一般の人がなかなか鑑定士にこうね、評価を依頼するとか仕事を依頼する、そうはないところなんですよね。ただこう知られていない分ね、まだまだこうチャンスがあるところなんですけど、なのでまずは、不動産鑑定士の仕事の中身ですね、業務内容についてまずは簡単にお話をさせていただいて、で、続いて鑑定士になるためにはどういった試験を突破する必要があるのか、試験制度ですね、次お話して、で、その試験制度を踏まえて今回のテーマですね、秋に始めてどう一発でこの鑑定士の試験ですね、突破していくのか、レックとして提供しているコース等々ですね、説明をしていきます。では、こちらのパンフレットを使いまして、まずは鑑定士の仕事の中身ですね、業務内容についてお話をしていきます。ちょっとページをめくりまして、はい、鑑定士の仕事は、業務内容は大きく2つに分けることができます。一つはこの鑑定評価業務というものと、もう一つがこのコンサルティング業務というものになっていきます。で、まず、まあ、古典的なメインであります、この鑑定評価業務です。例えばこう事務所ビル等々ですね、不動産の経済価値を判定して、いくらいくらという金額を出していくのが鑑定評価業務というものです。で、この成果物が鑑定評価士と言われるものになっていきます。で、この鑑定評価業務なんですが、国から認められた独占業務となってきます。他の資格の人がこの鑑定評価を行ってしまうと罰せられるということですね。この鑑定評価業務を行うことができる、唯一許されているのが不動産鑑定士、これ独占業務ということになってきます。で、この鑑定評価業務なんですが、さらに大きく内訳として2つに分けることができます。民間の評価、公的な評価と民間の評価に鑑定評価業務分けることができます。まずは公的な評価、名前の通り依頼主が国とか都道府県とか公的な機関ということです。代表例が、この地下工事と呼ばれるものです。地下工事です。地下工事という言葉は聞いたことあるでしょうかね、どうでしょうか。例えばニュースとかで、今年一番高い土地は銀座のどこどこです、そんなようなニュースって聞いたり見たりしたことないですかね。これ国土交通省が全国の鑑定士に、全国2万6000ポイントあるんですけど、2万6000地点について全国の鑑定士に評価をさせて、毎年1月1日での価格を一般の人に、まあ、3月の中旬頃ですかね、向上する制度がこの地下工事という制度です。これ代表的な鑑定評価のうちのこのね、公的な評価の一つということになってきます。では、続いて民間評価ですね。いくつかあるんですけど、では一番下、不動産を証券化する場面での評価ということになってきます。不動産の証券化という言葉聞いたことあるでしょうか。例えば大規模事務所ビルですね。これ何十億何百億します。一個人が買えるものではないです。ただ不動産というのは市場で売り買いされないと価値が上がっていかないので、じゃあどうするかってことですね。一人じゃ無理なんだけど、何千人何万人みんな小口でお金を出し合えば大きな金額になって、大規模事務所ビルも買うことができるでしょってことです。共同話みたいなものです。じゃあ投資をした人はどんな見返りがあるかというと、大規模事務所ビルというのはテナントからの賃料収入があります。この賃料収入を投資家に配当していくのが不動産の証券化、要は不動産を金融商品化、まあ、株券のように小口化して金融商品化することを不動産の証券化と言います。代表例がリートと呼ばれるものです。リートって言葉聞いたことあるでしょうか。リアルエステートインベストメントトラスト、不動産投資信託と言います。今60近くの銘柄が本当に上場されてまして、株のように売り買いすることができます。これ金融商品です。金融商品なので、投資をするときに購入するときにはやっぱり情報が必要です。リートというのは法律によって必ず半年に一度投資家に
鑑定士の評価書を示す、そういったことが義務付けられています。つまりこの不動産の証券化、特にリートですね、この信頼性を担保しているのが鑑定士の鑑定評価、評価書です。投資家が投資をするときにこの鑑定評価書というのが有益な資料になってくるんだということになってきます。では続いてこちらですね、コンサルティング業務です。これは独占業務ではありません。不動産鑑定士の知識だったり資格を生かして不動産に関する困りごとを解決していくのがコンサルティング業務ということになってきます。いくつか黄色いところの表で具体例が示されているんですけど、今業界的に言われているのがこの CRE 戦略の場面ということになってきます。 CRE って言葉は聞いたことあるでしょうか、どうでしょうか。横文字ばかりで、日経とかでもね、たまに特集されてるんですけど、 CRE というのはコーポレートリアルエステートの略です。企業用不動産、企業不動産ということです。で、後ろ括弧で CRE 戦略というのは企業が所有している不動産の有効活用のアドバイスをしていくのが CRE 戦略の場面ということになってきます。分かりやすい例で言いますと、キリンホールディンググループってありますよね。で、このグループ企業が都心に点在化していたんですけど、そのグループ企業を全部まとめて東京の中野ってところに新しくできた大きな事務所ビルができたんですけど、そこに一気にグループ企業をまとめるって形で、で、横のつながりを持たせて新商品なんかも開発させるとか、そういったアドバイスを行っていくのがこの CRE 戦略の場面ということになってきます。で、この CRE 戦略の場面っていうのは、こう一個人の鑑定事務所とかではなくて、企業内で不動産鑑定士がこう活躍していく場面がこの CRE 戦略の場面ということになっていきます。今大手の不動産会社はこの CRE に特化した部門を立ち上げてものすごく営業をかけています。今後不動産業界で伸びるであろうと言われているのがこの CRE 戦略の場面ですね。企業内においてこう企業内鑑定士として活躍できる場面が CRE 戦略の場面ということになっていきます。で、鑑定士なんですが、鑑定士としての仕事のやり方ですね、大きく2つに分けることができまして、まずは独立開業を行っていくってことですよね。やっぱ侍業なので独立開業を行っていくってことです。不動産関連の資格で独立開業型のものとしては、例えばその他に、司法書士さんとか、あと土地家屋調査士さんとか、こう比較の対象として挙げられます。で、不動産鑑定士ですね、いずれも独立開業型の資格です。ただ他の2つと比べると鑑定士というのはこれ独立しやすい資格と言われています。なぜかというと、鑑定士は公的な仕事があるからなんですね。公的な評価がありますので、こう独立しやすい資格と言われています。で、加えて鑑定士、基本独立開業型なんですが、知られていないんですけど、先ほどの CRE 戦略の場面もそうなんですが、企業内で活躍することができます。私が知る限りでは、司法書士さんとか土地家屋調査士さん、企業内で活躍しているというのはあまり聞いたことはないです。一方、鑑定士は知られていないんですけど、企業内で多くの鑑定士さんが活躍しています。例えば分かりやすい例で言うと、信託銀行さんです。信託銀行さんですね。信託銀行は、内定を出した学生にお金を出して、それこそ鑑定士の勉強をさせて、入社と同時に鑑定士の試験を受けさせて鑑定士の資格を取らせる、そういったことを行っています。信託銀行では鑑定士が多く活躍しています。それ以外としましては、官公庁ですね。官公庁です。役所ということです。レックは毎年、財務省から委託を受けまして、で、財務省の中で選抜をさせて、で、東京の研修所に集めて、仕事として鑑定士の勉強をさせて資格を取らせるという業務を請け負っています。財務省等々の役所というのは鑑定評価を依頼する立場です。外部の鑑定士に評価を依頼して、で、評価書を活用していくって場面なんですね、役所というのは。ただ依頼した評価書を内部にね、交付してもらって、で、その評価書が適切かどうかをやっぱり財務省等々役所の内部でしっかりとやっぱチェックしたいみたいなんですね。
手に入れた教科書が本当に正しいものかどうか内部でチェックしたい。つまり内部で鑑定士を抱えておきたいみたいなんですね。森友問題なんかもね、そういった例なんですけど。なので、実は役所の中では、官公庁の中では鑑定士が多く活躍しています。知られていないんですけど、企業内の一つですよね。官公庁の中でも、鑑定士が活躍しています。ちなみに東京都庁なんかは毎年のように鑑定士を募集していたりします。あとは、珍しい例ですと、鉄道会社さんとかですかね。鉄道会社ですかね。今、鉄道会社というのは、半分不動産業ですよね。あべのハスカル、近鉄さんですかね。あと、東京ですと、ヒカリエとか、東急さんが持ってたりとか。実は、駅中駅近、あとは高架下とか、あとは沿線の開発とか、半分不動産業です。つまり不動産をいかに有効活用していくかというのが、鉄道会社にとってはポイントになってきてます。で、それに対して適切なアドバイスできるのは誰かというと、これ鑑定士なんですね。なので鉄道会社の中では鑑定士がね、多く活躍しています。知られていないんですけど、この企業内で鑑定士というのは多く活躍しています。なので、学生の方とか就職ですね、今、状況いいと思うんですけど、例えば不動産関連のところに就職したいと思っている方は、この鑑定士の資格というのはものすごく強力な武器になります。一般の人にはなかなか知名度は不十分なんですけど、逆にそれは狙い目のところでもあるんですが、ただ不動産関連の企業の中では不動産鑑定士の資格というのは十分な知名度がありますので、就職等々においてもものすごく強力なアピールポイント、武器になってくるんだということになってきます。では、この鑑定士ですね、なるためにはどういった試験制度を突破する必要があるのか、試験の中身について今度は確認していきます。ではページを進みまして、試験制度ですね。鑑定士の試験制度なんですけど、まずは大きな特徴としましては、短答式試験と論文式試験の2段階選抜方式になっているというのが、まず一番の特徴です。公認会計試験なんかも同じですね。そういった影響を受けて、鑑定試験も短答式と論文式の2段階選抜方式になっています。では、短答式の方から見ていきましょう。受験資格は特にありません。これ誰でも受けることができます。で、一つ飛ばして科目というところを見てください。短答式試験は、行政法規という科目と鑑定理論という科目の2科目から出題されます。行政法規、不動産というのは勝手気ままに使えるものじゃなくて、様々な規制、法律があります。建築基準法とか都市計画法とか、そういった法律名って聞いたことないでしょうかね。そういった不動産に関する、確か36の法律について学んでいくのが行政法規という科目になってきます。今これ聞いている中で、宅建試験とかを勉強なさった方ですね。宅建試験で学んだところの、3、4割ぐらいが被ってくる、重なってくるのが、この行政法規の内容ということになってきます。で、一方、鑑定理論ですね。不動産を鑑定するときの理論、考え方を学んでいくのが鑑定理論です。専門科目ですね。鑑定士として、必須の学問です。もちろん試験科目としても重要なんですけど、実際鑑定士になった後にいろいろ評価で悩んだ時には、この鑑定理論に戻っていきます。実務科としても重要なのが、この鑑定理論という科目になってきます。なかなか大学とかでは教えてないですよね。皆さんが初めて学ぶような科目が、この鑑定理論という科目になってきます。いずれも択一式、マークシート方式で出題されまして、宅建試験は4択、4つの足から1つの正解手を選ぶって形式なんですけど、鑑定試験は5択ですね。5つの足から1つの正解手を選ぶ、そういった40問択一式、マークシート方式で出題されまして、で、1問2.5点と点数が配点されてますので、40問かける2.5点で、それぞれ100点満点の合計200点満点で試験が課せられるということになってきます。はい、では、いつ試験が実施されるのかってことですね。試験期日です。5月の中旬の、日曜日が通常試験日、だいたい第2日曜日、母の日が試験日ということになってきます。午前中10時から2時間で行政法規を解いていただいて、1時間半の休憩を挟んでいただいて、午後鑑定理論ですね、1時半から3時半、2時間で解いていただきます。では、どれぐらいの点数を取れば合格できるのかってことですね。下から2つ目、合格基準。願書には総合点でおおむね7割
が基準となると示されています。200点満点なんで7割というのは、まあ、140点ということですね。ただ鑑定試験というのは相対評価の試験です。行政書士試験みたいに何点以上取った人はみんな受からせるとかそういった絶対評価じゃなくて、合格率を決めてそこで合格ラインを決めていきますので、本試験の問題が優しければ合格ラインは上がっていきますし、難しければ下がっていきます。じゃあ直近ですとどれぐらいで合格できたかというと、2017年度は、135点で合格できています。まあ、7割以下でも合格できたんだということになってきます。じゃあどれぐらいの率で合格できるのかってことですね。下の丸い円グラフで確認していきます。これちょっと2016年度のデータなんですけど、2017年度もほとんど変わっていないです。2017年度は合格率 32.5% でした。ほとんど変わっていないですね。つまり約3人に1人が合格できるということになってきます。宅建試験とか受けられた方は今宅建試験合格率が 15% ぐらいなので、担当式試験だけに特化して言いますと宅建試験よりも受かりやすい試験なんだということになってきます。で、突破していただくと今度は論文式試験ということになってきます。はい、論文式試験です。では3つ目科目というところを見てください。行政法規という科目は担当式試験だけに課せられる科目でして、一方鑑定理論というのは鑑定士として重要な専門科目なので論文式試験でも出題されます。加えて民法、会計学、経済学の計4科目で試験が課せられるというのが論文式試験の特徴ということになってきます。科目数が4つあるというのがこの鑑定士の論文式試験の特徴です。よくどの学部の方が有利ですかって聞かれたりするんですが、なのでこう一概には言えないですね。法学部ですと民法、商学部ですと会計学、あと経済学ですとちょっとね計算とかするような問題も出ますので、理系の方が有利な部分も多々あります。いろんな学部の方が受けましてこうねそれぞれ有利な部分があるということになってきます。で、試験期日なんですが、例年8月上旬の土日月の連続する3日間が論文式試験の日程ということになってきます。最終日月曜日なので平日、働いている方はお休みを取っていただく必要があります。で、3日間論文式試験なのでこう文章を書き続けなきゃならないということなんですよね。8月上旬でこう真夏真っ只中で結構体力勝負的な試験でもあります。で、この論文式試験合格するポイントは、得意科目があるには越したことはないんですけど、基本的には得意科目というのはいらないです。苦手な科目が一科目でも残っているとなかなか合格は厳しいということになってきます。つまりスペシャリストじゃなくてゼネラリスト、4科目すべてを網羅的に平均的に勉強するようなそういった戦略が論文式試験合格には重要なんだということになってきます。毎年論文式試験合格した方の答案を見せていただいてるんですけど、ちょっと正直言葉悪いんですけど大した答案じゃないです。本当に思ってる以上にレベルは低いんですね。ただ確かにこれギリギリ受かりそうな答案だねって答案です。で、合格者はその答案を全科目揃えてるってことです。これがポイントです。1科目でも苦手な科目があって他の受験生が書いた答案よりも低い点数の低い答案になっているとやっぱそれ不合格になっちゃうんですね。論文式試験も相対評価の試験です。つまり皆が書ける問題は同じように書いて、逆に皆が書けない問題は自分が書けなくてもこれ合否に影響しません。つまり4科目まんべんなく平均点を取れるように勉強していくことが、得意科目は基本的にいらないです。苦手科目を克服して底上げして平均的にどんな問題でもどの科目でも平均的な答案を書ける人が最終的には合格していくんだということになってきます。では合格率はってことですね。今この収録している段階ですと、2017年度が発表されていないので直近ですと2016年度になるんですが、合格率 14.5% ということです。つまり7人に1人、まあ、言葉は厳しいんですけどしか合格できないと言ってもいいと思います。この7人というのは
単答式試験に合格した方は7人のうちの1人です。なかなか論文式試験は厳しい試験ということになってきます。で、いつもいつもこれ言い訳的に言うんですが、この合格率の厳しさは、この資格を取った後の使い勝手と、なんかね、ある意味反比例してるというんですかね、そういった関連があります。これ本当に一概には言えないと思うんですけど、比較的合格率の高い、取りやすい資格というのは、じゃあその資格を取って、じゃあすぐに就職、転職に直結するかというと、なかなかやっぱり厳しいと思うんですよね。一方で、司法書士さんなんかもそうなんですけど、合格率の厳しい試験というのは、確かに受かるのは大変です。ただ、受かると、それ希少性を生み出しますので、就職、転職に直結するんだということになってきます。鑑定士もそうです。資格を取れば、就職、転職ですね、できることが、ね、できます。そういった形でこの合格率の厳しさは資格を取った後の使い勝手と反比例しているというのがね、そういった現れということになってきます。はい、では鑑定試験のまだ特徴がさらにあります。はい、ポイントと示されているところなんですけど、まず1つですね、ポイント1、単答式試験合格者は翌年翌々年の2年間単答式試験が免除になります。つまり一度単答式試験に合格しますと論文式試験が最大3回受験できる、そういった制度になっています。単答免除制度、まあ、言葉を言い換えれば三審制度と呼ばれる、そういった制度が導入されています。はい、下の例のところを見ていただいて、仮に皆さんが鑑定士興味持っていただいて、2018年度試験を受けました。で、見事単答式試験で合格しました。で、その年は論文の勉強をしていなかったので、まあ、記念受験で不合格になりました。で、翌年2019年度は単答免除で論文から受けることができます。で、仮に論文不合格であったとしても、さらに2020年度も単答免除で論文から受けることができます。つまり受かった年も含めて3回論文を受けるね、チャンスが与えられる、3打席チャンスが与えられる制度がこの単答免除制度ということになってきます。特に鑑定士は働きながら勉強されている方の割合が多いので、この単答免除制度をうまく使っていただくというのが一つポイントになってきます。で、もう一つポイント2というところを見てください。短期合格が可能になるということです。学生等の若年層の方や不動産分野での職務経験のない方にも積極的にチャレンジしてもらうために、短期合格が可能となるように2016年度より試験問題の見直しが行われています。平成28年度、まあ、昨年度から問題の見直しが実施されています。今、鑑定業界は、ものすごく人手不足なんですね。そもそも鑑定士ってどれぐらい登録してるかって分かりますかね？先ほどもこうちらっと出てきたんですけど、9000人切ってますね。一応8000何人とかですね。8000人台です。弁護士とか公認会計士ってどれぐらいいるかって分かりますかね？3万人とか4万人とかって、全然桁が違うんですよね。本当に鑑定士って少ないんですよね。8000人台です。で、しかもそのうちの割合論として、60歳以上の方が4割を占めてるんですね。こう上に広がったようなこう年齢層になっちゃってるんですよね。で、その方たちがこうリタイアしちゃうと、一気に鑑定士の人数がガクンと減っちゃうと言われてるんですね。そうなってくると、この公的な評価とかありますよね。これが成り立たなくなってしまうということで、国土交通省、あとは、日本不動産鑑定士協会、連合会という鑑定士の全国を取りまとめている業界団体があるんですけど、本当に危機感を持ってるんですよね。将来的には鑑定士少なくなってしまうので、なので若い学生等との若年層の方だったり、多資格で、多分野で活躍する方にも積極的に試験を受けてもらって、で、要するにこれ受かりやすいように問題を見直してるんですね。問題見直しています。基本的には、知識量じゃなくて、基本的な知識さえ身につけていれば回答を書けるような、まあ、簡単に言えば問題が易しくなっています。ベテランが有利じゃなくて、短期で受かりやすいように試験問題ね、基本的に優しくして受かりやすいようになっています。本当に今人手不足なんですよね。国土交通省鑑定士協会と協力して、本当例えば全国の大学とかに鑑定士の魅力をアピールするような、それでイベントを行ったりしています。早稲田大学だったり、日本大学だったり、あとは名古屋の南山大学とかに行って、鑑定士の、ね、魅力をアピールするような、そしてイベントなんかもね、積極的に行っています。
あとは、東京の、これ鑑定士協会なんですけど、鑑定士の業務をアピールするためのゆるキャラなんか作ってるんですよね。これアプレイザルちゃんとコンサル君。さっき鑑定士の業務というのは鑑定評価業務というものと、あとはコンサルティング業務ですよね。鑑定評価業務って英語で言うと、アプレイザブルっていうんですよね。なんでアプレイザブルと、コンサルティングでこの業務内容を説明するためのゆるキャラがこのアプレイザルちゃんとコンサル君ってことなんですね。この内容はともかく本当にいろんなことをやってるんですよ。なかなかやっぱり一般の人には知名度がないので、こういったゆるキャラなんかも頑張って作って鑑定士の魅力を PR アピールするような、そういったいろんな取り組みをしてます。それぐらい今人手不足だってことなんですね。いろんな人に鑑定士を知ってもらって試験チャレンジしてもらいたいということです。ちなみに、試験会場に、大手の鑑定事務所が自分の会社の、案内をこう配りに来ています。そんな資格ってなかなかないです。試験会場にその、事務所が自分の会社の案内をこう配りに来るなんていうのは、ね、他の資格ではなかなかないです。それぐらい本当に今鑑定業界人手不足、つまり、ね、売り手市場なんです。就職状況としては売り手市場なんですね。売り手市場、今だチャンスということになってきます。加えてなんですけど、今これ検討されてるんですが、さっきこの担当免除制度説明しましたね。担当を一度受かりますと3回論文を受けるチャンスが与える、3回分免除になる、2回、2年分免除になるってことですね。この免除制度を論文試験の方でも導入しようというのが検討されています。論文試験、民法経済会計学と、あとは鑑定理論4科目です。で、この鑑定理論は専門科目なので、これ以外の民法会計学、経済学ですね、教養科目と呼ばれるんですけど、この3科目については不合格であったとしても、その不合格者の中で一定の点数を取れてる人には一定期間その科目を免除しようという制度を導入しようとしています。これ診断士とかでもね、導入されているような制度ですね。不合格者の中でそれぞれの科目、民法、会計学、経済学、一定の点数を取っている方には一定期間、例えば3年間とか、担当と同じですかね、3年間とかその科目の試験を、ね、受けなくてもいい、免除をする、そういった制度の導入なんかも検討されています。多分近々導入されると思います。とにかく今本当に人手不足なので、いろんな形で資格をアピールしたり、試験を受かりやすくしたり、もろもろいろいろ変えていって、なんとか鑑定士の受験生を増やして、結果鑑定士の人数を増やそうといろんなね、取り組みを行っています。だから今ね、受けるには本当いろいろチャンスだということになっていきます。では、この鑑定士になるためには、試験突破するためにはどれぐらい勉強する必要なのか、勉強時間ですね、一応目安を説明していきます。12ページにその目安が示されているんですが、はい、まずは担当式試験ですね。どれぐらい勉強すれば合格できるのかというと、これ講義の時間も含めてなんですけど、だいたい500時間ぐらい勉強していただければ十分これ担当式試験に合格することができると言われています。宅建試験が平均でだいたい300時間とか言われているので、その1.5倍ぐらいの勉強をしていただければ十分これ担当式試験については合格することができます。一方、論文式試験ですね。科目が4科目に増えて、しかも論文、文章を書く訓練をしなければならないので、これ最低でも2000時間ぐらいの勉強時間は確保していただきたいということになってきます。では、踏まえて今回のテーマですね。一発合格するためには、レックとしてはどういった戦略的な学習方法をお勧めするのかってことです。一応、3つのやり方ですね、コースを準備しています。皆さんが鑑定士に興味を持っていただいて、最短で鑑定士になるのはどういったルートかというと、それは2018年度に担当論文を一発で受かるというのがこれ最短ルートです。そのためのコースが、20ページになりますね。この担当論文フルコースというものです。担当向け、論文向けのコースがフルで入ったコースですね。全177回のフルパッケージのコースです。これ取っていただければ、2018年度担当論文を一発で受かることができる、そういったコースということになってきます。
例えばそうですね、司法試験とか受かっている方ですと民法とか科目免除になったりとか、あと公認会計士とか受かっている方ですと民法とか経済学とか会計学とかこう免除があります。そういった科目免除がある方とか、あとは学生等々の方でかなり勉強時間を確保できる方とか、あとはどうしても自分はもう来年2018年度一発で合格したいんだって方です。自分はこう長い時間かけて勉強するよりも一気に集中して勉強した方がやっぱりね、集中して勉強できる、そういったタイプの方もいると思うんですね。そういったタイプの方におすすめなのがこの単刀論文フルコースということになってきます。ただ、例えば働きながら、なかなか働きながらですと、この秋からということですと、なかなか単刀論文フルというのは177回、まあ、講座を受けるだけでも結構大変なわけですよね。なので別の方法ですよね。やっぱり単刀免除制度がありますので、それをうまく使う。つまりまずは1年目はしっかりと単刀に特化して、単刀を受かっていただいて、一発で受かっていただいて、で単刀の負担をなくしていただいて、2年目難しい論文に専念して、で単刀免除制度をうまく使っていただいて論文合格を目指すということですね。この2段階で試験を受けていくってことですね。これが遠回りなようでいて、まあ、近道なんじゃないかというのがもう一つのやり方ですね。なので1年目は単刀だけに特化するということです。そのためのコースが18ページに戻りまして、この単刀だけの合格を目指した単刀パック全54回ということになっていきます。2018年度の単刀合格だけを目指す、そういったパックがこの単刀パック全54回です。このパック取っていただければ、テキストから過去問から全て入っています。これ余計なものを買わなくていいようになっています。このパックさえ取っていただければ十分に単刀合格できる力が身についていきます。で、見事2018年の5月に単刀を受けていただいて合格しますと、で2019年度に向けて論文のコースですね、うちのパックを取っていただいて一発で合格していただくと、合格体験記とか写真の提出とかそういった要件があるんですけど、論文コースが半額になるような、そういった割引制度なんかもあったりします。論文のコースちゃんと準備していますので、まずは1年目は論文についてはもう全く考えずに単刀だけに特化して勉強を進めていただくというのがこの単刀パック全54回ということになってきます。ただこの単刀パックですね、一点注意点があります。2018年度の単刀の合格だけを目指すパックということですね。で、見事2018年度5月試験を受けて6月発表で受かりました。で、2018年度の8月に論文式試験があるわけですよね。じゃあこの6月から8月の2ヶ月間で何ができるかというと、これも全然できません。もう間に合いません。つまり初めて受ける論文式試験はこれ記念受験になっちゃうわけなんですね。さっき単刀免除制度3回打席が与えられると説明しました。そのうちの第1打席を記念受験、まあ、無駄にしちゃうってことなんですよね。この単刀パックですとちょっともったいないと思いませんかね。3回しかチャンスが与えられないのに、1打席目を要するにこう見逃しだけで終わらしちゃうってことですよね。なんとか振れば当たるぐらいには持っていきたいと思いませんかね。3回しかチャンスが与えられないんだから、1打席目ももしかしたら振れば当たるぐらいには持っていけたらいいってことですね。そのためのコースがあります。それがですね、22ページですね。単刀のパックに先ほどのこのフルコースの論文コースの前半部分だけですね、論文コースの前半部分の、まあ、基礎部分だけをつけたのがこの単刀論文基礎コースというものになってきます。単刀パックに論文コースのフルじゃなくて前半分の基礎だけをつけた全134回のコースがこの単刀論文基礎コースということになってきます。これ2つのメリットがあります。2つのメリットがあります。1つは第1打席、つまり2018年度の論文合格の可能性を一応ね持たせるということですよね。第1打席もしかしたら振れば当たるぐらいに基礎さえ身につけておけば十分に当たる可能性が出てきます。そのためのコースがこの単刀論文基礎コースです。2018年度第1打席をもしかしたらば当たるぐらいに持っていくのが1つメリットです。で、もう1つのメリットがこちらの方が本選なんですけど、論文式試験というのは15%を切るような難しい試験なわけですよね。なので論文だけの勉強は早め早めにやっぱり行っておくべきなんですね。前倒しでやるべきなんです。
つまり1年目の担当段階から論文の勉強については前倒しでどん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 やっておくことが、つまり第2打席2019年度2打席目の論文の合格の可能性を高めることができるのが2つ目のメリットですね。この担当論文基礎コースのメリットです。1打席目の可能性を持たせるとともに2打席目の論文の可能性を高める、そういった役割メリットを持っているのがこの担当論文基礎コースということになってきます。一応3つですね。皆さん働きながら等々ね、それぞれ生活スタイル忙しさあると思います。なので、いやもう自分は一発で受かりたいところならば担当論文フルコースです。いやなかなか働きながら、しかも秋からなので厳しいところならば、まずは担当だけに特化した担当バックで、ちょうど中間が、いやちょっと論文も少しは可能性を持たせたいという方ならば、こちらの、担当論文基礎コースですね。一応3つのコースがありますので、それぞれの生活スタイルに合わせてこう選択していただいて、とにかく今鑑定業界は繰り返しになりますが人手不足です。本当にいろんな人が受験して鑑定士を増やしていきたいわけなんですよね。なのでぜひですね、このガイダンスを聞いていただいて、鑑定士興味持っていただいて、次の鑑定業界の担い手として皆さんがなっていただけたらば、嬉しいなということになってきます。はい、では以上をもちまして私のガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。